ヘルツェブロック・クラールホルツは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーレン州、デトモルト行政管区のギュータースロー郡に属す、町村である。オスト・ベェストファーレン地方の西端に位置し、ミュンスターラント地方と境を接している。ヘルツェブロック・クラールホルツは、自然環境上は、ミュンスターラント中核部からエムスザント・エーベネーの移行部にあたり、ベェストファーレン盆地に属している。 高低差がほとんどなく、わずか18メートルしかない。東と北東の町境は主に、エムス川がこれを形成している。この川は19世紀末以降、何段階もの直線化工事が行われ、現在は、運河上の流路を呈している。この川には、南西から多くの小川が流れ込んでいる。メーラー地区とクラールホールツ地区を流れるアクストバッハ川は、 ベックマーベレゲを水源として、バーレンドルフ郡でエムス川に交流する。最寄りの大きな町としては、東のギュータースロー、南東のレーダービーデンブルク、南西のエルで、北西のバーレンドルフ及び北のハルゼビンケルがある。大都市としては、北東にビーレフェルトがある。西のミュンスター、南東のパーダーボルーンは、それぞれ4 0トル以上離れている。 ヘルツェブロッククラールホルツの地熱分布図潮域の地盤の中心土層は中生代の泥ハイアと石灰岩とで形成されている。寒波にアンの泥ハイ岩からなる白亜気候期の最も新しい層は地表にまで達している。その下に厚さ700メートルに達するサントニアンやコニアシアンの泥ハイ岩層と 厚さ約450メートルの中ロニアンやセノマニアンの石灰岩層がある。カールスホルツの北東には地盤が脆弱な砂地の土地がある。この地域には流出する水はほとんどなく地中深くを地下水が流れている。町域北部には栄養分が乏しく乾燥しやすい土壌が広がっている。現在ではプラグケン土壌を入れることで収穫を改良している。 深い地盤の層は、しばしば地下水の影響を受けている。低地や盆地では、地表近くまで地下水が上がっており、天然の緑地が形成されていたが、排水事業によりその大部分が、耕作地として利用可能となった。町域南部は主に、スタグノゾルが占めている。オー土の土壌は砂地から粘土質で、多くは密に詰まっており、湿潤と乾燥のはっきりした変化を示す。 ここは主に緑地となっている。この付近の土地は北西のエムス川に向かって傾斜している。ヘルツェブロッククラールホルツの町域は地熱ゾンデによる地熱源やヒートポンプによる地熱採取については南部は中程度、北部は良好な状態にある。グローセラントゲマインデに分類される、この町の面積は79.28平方キロメートルである。 大部分は、農耕地及び森林で、合わせて約8、約82.8%を占める。住宅地と交通用地は合わせて14.0%である。この町の南北の最大幅は 11.5km、東西のそれは 11.6km である。ヘルツェブロッククラールホルツは、北は、ハルゼービンケル、東は、ギュータースロー、南東は、 レーダ・ビーデンブリュックと境を接している。これらの市はいずれもギュータースロー軍に属している。南西はエルで北西はベーレンに接する。この両市町村はバーレンドルフ軍に属す。基本条例3によれば、この町はヘルツェブロック地区とクラールホルツ地区の2つの地区で構成されている。これらの地区はかつて独立した町村であったが、1970年に 現在の形の町になった。この条文は二千九年十二月十六日に十八票対十七票で条例から削除された。しかし二千十年二月十日に再び両地区が成立した。住民請求が多数であることを町議会が認め、3が再び基本条例に書き戻されたのである。ヘルツェブロックに属す農場は北から時計回りにブレーデック、 クベーンホルン、グロッペル、ピクセル、ブロック、メーラーがある。クラールホルズには、ザムトホルツ、ズンデルン、エルカオルト、ヘールで、ホルツホーフが属す。現在ではそうしたことはないが、かつては、ヘルツェブロックは、教会村と、郵便宿駅村に分かれていた。ヘルツェブロッククラールホルツは、中央ヨーロッパの温帯圏に属す。冬は、大西洋の影響で、おおむね温和であり、 夏はかなり暑い。アダイ西洋性海洋気候であることから年間を通して湿潤で比較的平均した降水がある。ヘルツェブロッククラールホールツの降水データはないので約1 2キロメートル離れたハルゼ・ヴィンケル速攻所の気象データが用いられる。それによれば年間降水量は 704mm でドイツ全体の平均とほぼ同値である。 気温についてもヘルツェブロック・クラール・ホルツのデータはなく、隣のレーダビー・デンブリックのデータが用いられる。2002年から2006年の平均気温は、摂氏11.1度であった。クラール・ホルツのプレモントレ海修道院旧世紀後半に、ベネディクト海のヘルツェブロック女子修道院が設立され、1133年には、プレモント海修道院が創設された。 後者はもともと隣村の列手にあった同修道会の女子部員と関係していた。両修道院は隣接して広大な所領を有していた。両修道院はハルゼビンケルのマリエンフェルト修道院と共同でレーダ両方内に帝国盗賊資格を有していた。これらの修道院は世俗家により1803年にベンテックレンブルク博モーリッツ・カジミール二世によって廃止された。 修道三次会員は追放され、敷地はグラーフハウス、現在のフィルステンハウスになった。レーダ領が売信化され、関東としてベルク大公国に編入された後、ヘルツェブロックとクラールホルツは、それぞれ独自の村長を立てた。旧レーダ領がプロイセン王国に併合された後も、この地方行政体制は保持された。ヘルツェブロックとクラールホルツの村長管轄地区は一人の、 村長によって統合的に統治され、民間県のビーデンブリュック軍に属すこととなった。1851年にこの村長管轄地区は、独立した山町村、すなわちヘルツェブロック、クラールホルツ、レッテカラナルアムとヘルツェブロックに統合された。ヘルツェブロックとクラールホルツは、ミュンスターからパーダーボールンへ向かう街道沿いの交通の便が良い場所に位置し、 1887年には、ミュンスターから、リップシュタットまでを結ぶ鉄道が開通した。こうした立地を背景に農業が主だった村に、産業発展がもたらされた。カールホルツには1913年に、クラースが設立され、ヘルツェブロックでは1899年に、ミーレが創設された。レッテには、コルデスが創業したが、現在はミーレに吸収合併されている。 これら三社はいずれも農業機械の製造業者であった。ミーレとコルデスは洗濯機の製造も行った。ミーレが放棄した製造工場後にプレス、型抜き、炭造の工場が入居した。これが現在のパウクレーマー社である。また、手工業による家具工房を基盤として1920年代以降大規模な家具産業が発達した。 国家社会主義の時代には他のドイツ全土と同じようにヘルツブロックでもユダヤ人に対する組織的な阻害や迫害が行われユダヤ人たちは最終的には国外に逃亡するかゲットーや強制収容所に送られるかの選択肢しかなかった合計27人のヘルツブロックで育った住民が国家社会主義者によって殺害された 戦後帰ってきたユダヤ人は一家族だけであった。難民や追放された人々が流入したことにより、カトリックが主であった、この町に1945年以降福音主義の教会が形成され、両地区の教会堂に根を下ろした。現在へ、へルゼブロックとカールホルツは、レーダ福音教会の教会区の一部となっている。 ノルトベストファーレン州の地域再編に伴う1969年12月4日のビーデンブリュック軍の新設及びビーレフェルト軍の分割に関する法律により1970年1月1日にヘルツェブロックとクラールホルツは新たな自治体ヘルツェブロックに統合された。キルヒシュピール・エルデの一部とギュータースロー氏から公牧地の一部がこの新たな自治体に編入された。 アムとヘルツェブロックは廃止され、ヘルツェブロック、すなわち現在のヘルツェブロッククラールホルツがその権利の継承者となった。廃止された、このアムとの三つ目の村レッターとクラールホルツのいくつかの公募地はエルデに編入された。この編入に先立つレッターの住民投票では、78%の多数がエルデへの合併を選択した。後のこの投票に対する議も申し立ては無効とされた。 1980年代初め以降、クラールホルツ地区から、町の二極性には二重の地名がふさわしいという、要求が強くなり、ノルトベストファーレン州内務省は、ヘルゼブロッククラールホルツという町名を認可し、1985年4月26日に発行した。住民の62.2%の大多数が、ローマイコールカトリック信者である。18.3%が、 福音主義信者で残り19.5%がその他の宗教または無宗教である。以下の表はヘルツェブロッククラールホルツの人口推移を表している。1939年、1950年、1961年の数値は現在の長域にあたる地域の人口である。1970年から1987年の数値は 人口調査結果、1975年からの値は、州のデータ管理、統計局の研究結果である。1975年から1985年までは、推定値、1990年以降は1987年の人口調査結果に基づく、研究値である。ヘルツェブロッククラールホルツは、衆議会選挙では、ギュータースローを通選挙区に属す。 連邦議会選挙では、ギュータースロー選挙区に属す。この町の町議会は34議席からなり、これに町長が加わる。この町の町長は、マルコ・ディート・ヘルムである。彼は、町議会議員ではないが、投票権を有する町議会の議長である。2015年10月の就任時点で、彼は、ノルトラ・イン・ベスト・ファーレン州で最も若い、市長村長であった。ズガラ、 銀の波体の下、緑地と銀地に斜めに分割。緑地部分には跳躍する銀の馬。銀地部分には緑の多くの木。解説、1973年の自治体新設後に認可されたこの紋章は、ヘルツェブロックとクラールホルツの紋章の色と衣装を引き継いでいる。二つの衣装は地名の語源に由来する。ヘルツェブロックはホーサブラッチ。 クラールホルツはクリホルト及びクレイルトに由来する。並体は、エムス川を境界とする、水の豊かな地域であることを表している。聖クリスティーナ教会とベネディクト会、ヘルツェブロック女子修道院、ベネディクト会、ヘルツェブロック女子修道院1803年に廃止された、この女子修道院のうち、17世紀末から18世紀初めの、 大規模な建造機に建てられた部分が残されている。特筆すべきは、院長室、集会室棟で、ここには、修道院長の居室の他に、修道所たちの寝室や、食堂もある。細長い長方形の主館は突出した、東翼棟を有しており、霧石で建造をされている。西側には、古い回廊の一部が残されている。かつての回廊中庭の西側には、 新都修道所の家があり、現在は教区センターとして用いられている。東側の管理事務地域には1712年に完成した司祭館などがある。聖クリスティーナ・ヘルツェブロック教区教会12世紀に建造されたロマネスク様式の塔に接続する形で四1474年にゴシック様式の単独式教会が建設された。この教会堂は百九十九 1901年にパーダーボルーンの制度建築責任者、アルノルト・ギルデンプフェニヒの設計に基づき、バシリカ協会に拡張され、欲労が増築された。後期ゴシック機の建築では、現在の振動と内陣が残されている。振動は島のボールトを有する形に拡張されたが、西側の三件は植物問用で装飾されたネットボールトとなっている。 修道院の世俗改善は、修道所のための二階席が設けられていた。二階席は1901年に撤去された。祭壇、脇祭壇、後壇はビーデンブリュック派の彫刻家による、ネオゴシック様式の作品である。ローデマンの礼拝堂へ、ルゼブロック1661年、修道院事務官を入り広ーデマンは、旧ポスト通りに、正方形の平面図を持つ、 アロック様式の礼拝堂を建設したこの礼拝堂は、ヘルツェブロック病院の完成後東に拡張され、病院と接続して、病院礼拝堂として用いられた。ヘルツェブロックの境界広場密集しているキルヒプラッツを囲む建物は、多くが17世紀から19世紀に建てられた木組建築であるが、その一部は、漆喰塗りやスレート張りに改築されている。 特に重要なのは、アム・キルヒ・プラッツ13番地である。この2階建ての建物は、上階が持ち送りからせり出しており、1979年に完全に修復がなされた。セーラウレンティウス教会セーラウレンティウス・クラールホルツ、教区教会円形アーチ状の入り口を持つ、ロマネスク様式の西張りはもともとバシーカ教会に取り付けられていたものである。 このバシリカ教会からアップスと側廊が残されている。このロマネスク教会は14世紀にゴシック様式のハレンキルヒエに改築され、新たな内陣が設けられるなどの拡張がなされた。建物以外ではバウムベルクサガン製の後期ロマネスク様式の卓形群像が優れている。内装ではボールトの壁画が特筆に値する。それは、 修道院教会や教区教会の一部に見ることができる。保存されている長道のボールトの色彩は比較的単純であるが、もっぱら修道院の集会所として利用されていた内人や欲狼には豊かな彩色がなされている。南欲狼の豊かな動物の象徴的記号は特筆に値する。プレモントレカイクラールホルツ修道院。 修道院時代の最も重要な痕跡が1705年から1707年に修道院長代理エルベルト・フォン・キュッケルスハイムの日後家でリップシュタットの建築家ニコラウスブルム式ヒによって建設された修道院長代理の館である。漆喰塗りの装飾を施した誓いの上にレンガ作りの上階をいただいている。窓の内側面の砂岩や角石が壁の赤と対象を成している。 中央の三本の窓軸がリザリート風に突き出しており三角形のハフをいただいている。屋外階段を通って修道院長への越見に用いられていたことが記録されたバロック様式の建物に入るための装飾豊かな玄関に至った。教区教会の南にかつて集会所に使われていた建物があり、現在は教区センターとして利用されている。 郷土資料に記録が残る管理棟の建物や10分の一税倉庫も残されている。クラールホルツの旅館ルッケクラールホルツの境界広場、キルヒプラッツ付近には古い住居が何棟か残っている。1667年建造の豪華な木組建築である旅館ルッケや文化財として保護されているキルサム村邸などがその例である。は2連の屋外階段を有しており、 1843年に建築家コンラート・ニーマンによって簡素な古典主義建築として建設された。この建物はクラール・ホルツ修道院の建築群に含まれており、連邦道 B64 号線に直接面している。当時の長度の一部が現存している。サムソン邸のギャラリー室では芸術家集団グルッペ13の常設展示と特別展示部門がある。 メーラー城11世紀に初めて記録されたメーラー集落は18世紀初めにケッテラー断尺の所領となった。1710年から1715年にかけておそらく先行する建物があった場所に2つの翼島を持つルネサンス様式の貴族邸を建設した。典型的なベスト・ファーレンの領主館のうち現在は主胸の実が残されている。 二つの浴島は取り壊された。この上官は個人の所有であり、自由に立ち入ることはできない。ヘルツェブロッククラール法律では定期的な演劇上演はなされていない。学校上演のような不定期の上演には、ボーラント州での行動が使われる。ベネディクト会、ヘルツェブロック女子修道院の院長室、集会室旨にヘルツェブロック郷土協会が運営する。 ヘルツェブロック郷土室がある。展示されているのは修道院の歴史や村の農業、工業、手工業の歴史に関する品物である。クラール・ホルツ修道院長代理のケルネライには2007年から2008年10月までムゼウムインデア・ケルネライが入居していた。ここには南アメリカのクスコ美術学校の18枚の絵画が展示されていた。 町内には15の音楽、合唱団体がある。ギュータースロー軍の音楽学校は、ヘルツェブロック・クラールホルツで指導を行っている。ヘルツェブロック修道院の庭園、ヘルツェブロックとクラールホルツの両修道院は、世俗構えは広大な庭園に囲まれていた。修道院生活で必要な果実などを栽培する、実用園と修道士の保養のための観賞用庭園からなっていた。 2000年以降、両庭園は、バロック庭園に新たに作り直され、修道院の建物が昔からその環境の中に、あったかのような印象を与えている。クラールホルツの修道院庭園は、約5ヘクタール、ヘルツェブロックの修道院庭園は、約3.8ヘクタールの広さがある。この外部施設には、一般の立ち入りが許されている。メーラー城には、 広さ約3.5ヘクタールの修復されたバロック庭園がある。外からの見学は可能だが、庭園内への立ち入りはあらかじめ申し込みが必要である。北東部の飛行場に接する能力の線で囲まれているのがメルシュ自然保護区ヘルツェブロッククラールホルツにはメルシュ自然保護区がある。全長域面積の0.09%が自然保護区にあたる。 クラールホルツのホルツホーフ通り沿いに6本の保護指定されたプラタナスがある。クラブ町内には様々なスポーツ種目を有する大きなスポーツクラブが2つある。ヘルツェブロッカーシュポルトイコールフェラインと TSV ビクトリアクラールホルツであり。これらより小さなクラブとして DJK アイントラハとクベーンホールンがある。この他にテニスクラブの TC インヘルツェブロックがある。 スケートパーク1999年始め、実家、本家庭学校の敷地内にスケートパークが建設された。この施設は、利益共同体ロルシュポルト 4&8 や数人のボラテア協力者によって、技術的に支援されている。様々な要望に応えて、このスケートパークは近年全面的に改造された。2011年のクラールホルツ収穫祭。 ヘールでのセーフーベルトス射撃兄弟団は8月の最終週末に射撃祭を祝っている。9月にはヘルツェブロックのシティフェスと8月にはクラール・ホルツのラウレンティウス協会祭が開催される。収穫感謝の日には毎年クラール・ホルツで収穫感謝パレードが行われる。クラール・ホルツズンデルン収穫感謝組織はこのパレードを ドイツ最大の収穫感謝パレードにしようとしている。アドベントの週末にはヘルツェブロックの教会広場周辺でクリスマスマーケットが開催される。1911年から石窯で焼かれている製パン店ローマンのプンパーニッケルは場外でも広く人気である。このパン屋は他地域からの注文発送にも応じている。かつてミュンスターとパーダーボルンとを結ぶ。 郵便馬車路線がクラールホルツとヘルツェブロックを通っていた。この二つの市境座都市を結ぶ古い街道は19世紀後半に幹線道路に拡張された。現在でも連邦道 B64 号線としてこの街のメインストリートとなっている。アウトバーン A2 号線はヘルツェブロッククラールホルツインターチェンジ、またはレーダー B デンブリックインターチェンジを経由して、 数分で利用することが可能である。クラールホルツ駅1887年にこの幹線道路と並行して鉄道ミュンスター、レーダビーデンブリック、リップシュタット線が開通した。このうちレーダビーデンブリックとリップシュタットの路線区間はほとんど撤去された。現在の連邦道と直接面して完全に平行に鉄道路線が集落を貫くのは クラールホルツのこの区間だけである。こうした路線は、ドイツ全土でも、皆無ではないが、珍しい。旅客鉄道は現在、バーレンドルファー鉄道の路線上、ミュンスターとビーレフェルトとを結び、ヘルツェブロックとクラールホルツに停車する列車が1時間間隔で、オイロバーンによって運行されている。かつて運行されていた乗り合いバスのミュンスター、リップシュタット線も、 多くの路線に分割されている。地方バスはヘルゼブロック及びクラールホルツと隣町のバーレンドルフ、ギュータースロー、エルデとを結んでいる。ヘルゼブロッククラールホルツは3つの地方空港の分岐点に位置している。パーダーボルン、リップシュタット空港まで約5 0トルミュンスター、オスナブリュック空港まで約6 0トルトルトムント空港まで。 約 68km である。ヘルツェブロッククラールホールツでは他のミュンスターラント地方の街と同様に伝統的に多くの自転車が走っている。このため自転車向けによく整備された農道、産業道路が多くありペトキスと呼ばれている。街の北部をエムス川の源流から川口までをたどるエムス自転車道が通っている。クレーマーグループ本社この街最大の雇用主が 世界中2000人以上の従業員を要する照明、及びセンサー製造業者の主体ネルグループである。この企業グループはこの町に本社を置いており、工場もこの町にある。600人以上が働く、金属加工、合成樹脂加工業者、クレーマーグループもこの町に本社を構えている。アルバートの多くの部門がこの町にある。さらにベーケ・ボールシステムルベリンググループ。 リッペルト設備技術、ディッセルカンプ進出システム、アデコ扉鏡板技術もこの街に立地している。もともと、ヘルツェブロッククラールホルツにあった二つの世界企業、ミーレとクラースは後にギュータースロー及び、ハルゼビィンケルに移転した。テンニースは、町内に工場を有しているが、はるかに大きな工場が、レーダビーデンブリュックにある。 現在、ヘルゼブロック・クラールホルツは、中小企業が主である。家具産業と食肉加工業の企業が、伝統的に高い比率を占めている。しかし、金属加工業や、合成樹脂加工業、電子技術分野の企業がこの町の経済における重要性を次第に高めている。かつて独立した存在であったクラールホルツ、国民銀行は、現在は、ハルゼビンケルに本社を持つ、 オストミュンスターラント国民銀行傘下にある。ヘルツェブロックの国民銀行は、ビーレフェルトギュータースロー国民銀行に属している。6380人のヘルツェブロッククラールホルツの社会保険支払い義務のある労働者のうち0.9%が第一次産業58.5%が、第二次産業40.6%が、 第三次産業に従事している。エルデ市及びレーダビーデンブリュック市との町境付近、アウトバーン A2 号線沿いに市町村境をまたぐ産業地域が設けられている。この産業地域はアウレア A-2 経済センターと名付けられている。ヘルツェブロッククラールホルツ、エルデ、レーダビーデンブリュック合わせて約150ヘクタールの産業地域である。この産業地域のために アウトバーンにヘルゼブロッククラールホールツインターチェンジが2008年9月に完成し交通に供された。印刷媒体ヘルゼブロッククラールホールツはその地理上の位置のため3つの日刊紙が刊行されている。月曜日から土曜日まで毎日地域面を有するノイエベストフェイリシェとベスファーレンブラッドのローカル版が刊行されている。両ともローカル記事版以外の一般記事は ビーレフェルトにあるそれぞれの編集局で制作されている。同じクローカル名を持ち月曜日から土曜日まで毎日、観光されているのが隣町、エルデの、ィーグロッケである。また、ヘルツェブロッククラールホールズ産業組合は、毎月、小冊子、マルクとウンとゲマインデを観光している。ラジオとテレビヘルツェブロッククラールホールズは、西部ドイツ放送のビーレフェルト地方スタジオと、 ローカルラジオとして報道を行っているラジオギュータースローの放送サービスエリアに属している。クラールホルツのセーラウレンティウス教区図書館へ、ルツェブロックとクラールホルツに屋内プールがある。ヘルツェブロックではレジャーとしての水泳を楽しむことができ、長さ83メートルのウォータースライダーがある。一方、クラールホルツのプールはもっぱら学校スポーツ及び、 クラブスポーツに用いられている。デッケンベルクエム市民大学は、幅広い成人教育の場となっている。若者には、青年の家ペンタゴン、青年余カ施設聖クリスティーナ、青年の家クラインボールムの3つの青年の家がある。さらに、福音主義協会組織の青年向けイベントでは、様々な企画がなされている。ヘルツェブロッククラールホールズには、 病院がなく、周辺市町村の施設を利用しなければならない。ヘルツェブロックでは、福音主義教会組織が、クラールホルツでは、カトリックのセーラウレンティウス教会組織がそれぞれ公共の図書館を運営している。本家庭、実家学校には、学校図書館がある。ヘルツェブロック・クラールホルツ消防団は、四つの消防隊を有しており、クラールホルツ、ヘルツェブロック、 メーラー、クベーンホルンの各地区に配置されている。また、青年消防団も存在する。ヘルツェブロックのヨーゼフ州でこの町には3校の基礎家庭学校と1校の本家庭、実家学校、1校の総合学校がある。これより上級の学校はこの町を出て周辺市町村の学校へ行く必要がある。義務ナジウムは、 レーダービーデンブリュックとハルゼ・ビンケルの学校を利用する。2014年現在、この町の学校は96人の教職員と合計1372人の児童、生徒を要している。児童、生徒のうち633人が基礎家庭学校、114人が本家庭学校、211人が実家学校、414人が総合学校に席を置いている。 1970年代にノルトベストファー練習の市民大学が創設された時期から、この町は、ベーダービーデンブルク、リートベルク、ヘルツェブロッククラールホールツ及びランゲンベルク、目的自治体連合が運営する、レッケンベルクエムス市民大学の共同設立自治体となっている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。エムス川沿いの砂の平地、東ミュンスターラントとも呼ばれる。ありがとうございます。